ファイターズ42年の歴史の中で脈々と受け継がれる系譜、スラッガーという存在、その本当の姿をレジェンドたちの言葉から紐解いていく。第1回目のテーマはスラッガーとしての重圧と苦悩。いい意味での開き直りですよね。もうあんまり考えてしまうと、もう本当に動かなくなってくるんですよね、体が。だん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 やっぱりそういうことを思いすぎることによって緊張もするし、自分の体が硬くなってくるっていうのは感じますので、そこはもうある意味こう開き直り、これ開き直りというのはただ単に開き直るだけじゃなくて、まあ例えばそのもう僕はヤクルトの1年目から全力疾走、まあその準備を大事にずっとやってきて、練習もたくさんやってきたという、そこでこう自信を持ってたりとか、なんかそういうところからやっぱりこう開き直りというところにね、自分はできてたんですよね。自信を持ったことはあまりないですね。こう不安なことの方が多すぎて、不安があるからやっぱり練習もしなきゃいけないという気持ちもありましたし、僕もともと大雑把でいい加減な性格だと思うんですよ、自分で。でやっぱ練習もそんな好きじゃないはずなんですけど、やはりこの世界入ったからにはもうやっぱり頑張りたいし、結果も出したいし、ただやっぱり自分に自信がないので練習するしかないっていうところでこうやってきたので、やっぱりバッターは朝晩バット振ってね、振りまくる以外ないんですよね。自分自身で納得させるには練習しかないんですよね。まあ中心バッターですからね、負けるとちょっとやはり責任がありますよね。俺がやらなきゃいかんと。よくね、連敗した時にね、レフトから帰ってきた時、観客からね、お客さんから張本お前がやらなきゃ誰がやるんだと言われてね、叱咤激励してね、それで頑張ったことも随分ありますよ。ですから野球、プロ野球選手はお客さんにうまくさせてもらったようなのは随分あるんじゃないでしょうか。うん、それは仕方ないことだと思いますし、やっぱりそれだけ、打って当たり前だという、やって当たり前だというふうに思われてきますから、ただそこは自分で気づいてきた立場ですから、そこから逃げてしまったらその先はないわけで、だからそこには自分で正面から向き合って、なんだろうな、挑んでいきましたけど、腹くくってやるだけです。ダメなら終わるし、だから後ろ向くよりも、前を向いて突き進んでいくと、前のめりで倒れると、後ろに下がって倒れることはないようにしようと思ってました。42年の歴史を胸に、原点にして頂点。プレゼントとイベントも盛りだくさん。ファイターズレジェンドシリーズ北海道レジェンドマッチ開催。